斉藤明日香は、日本のアイドル、女優、ファッションモデルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46のメンバー、キューティの元専属モデル、スイートのレギュラーモデルである。元子役、東京都出身。身長158センチメートル。血液型は、O 型。愛称は、アシュ、アシュリン。百九十八年八月十日、東京都で生まれる。 何鳥の字を含む二人の兄がいることから、父親からアスカと名付けられた。小学4年生の時、学校のダンス部員が踊っていた曲が気になって調べて、みるとアイドルの曲であり、それがきっかけでアイドルに励まされるようになり、自分もアイドルになりたいと思うようになった。小学4年生の時はお笑いクラブ、小学5年生の時はテニスクラブ。 小学6年生の時は合奏クラブに所属し、ブラスバンドのティンパニを担当した。中学生の頃は吹奏楽部に所属し、サックス、バスクラリネットを担当した。2018年放送のセブンルールでは、小学6年生の時に不登校になり、引きこもりが続いて、母親の勧めでオーディションを受けたとしている。2011年8月21日、 乃木坂46の一期生オーディションに合格。オーディションでは、西野香菜の、イフを歌った。中学校の友達に教えられ、知人のすすめで、オーディションに応募した。合格後の夏に吹奏楽部を退部する。2012年2月22日、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンで、CD デビュー。同年8月22日発売のサードシングル、走れ。 バイシクルのカップリング曲、海流の島よでは、初めてセンターを務めた。2015年1月10日発売のファッション誌、キューティ2月号では、自身初の単独表紙に抜擢され、翌月、同志相関以来初の専属モデルに起用される。同年7月21日、乃木坂46メンバーの北野ひな子、斉藤由里と共に、 アナスイの2015年周東アジア圏ビジュアルモデルに抜擢されたことが発表された。キューティが2015年9月号をもって休館するのに、伴い同じ宝島社のファッション誌、スイートのレギュラーモデルに起用され、2015年11月号から紙面に登場するとともに、乃木坂46斉藤アスカのファッションバズの連載を開始した。 同年10月28日発売のィーンスシングル、今、話したい誰かがいるでは、初の、重複人に選ばれた。2016年4月2日、ラジオ、ポップ・オブ・ザ・ワールドの、ハリー・エス・イングリッシュ・クラスのコーナーに、レギュラー出演を開始、J-Wave のナビゲーターとしては、史上最年少、かつ女性アイドルグループのメンバーが務めるのは、初の出来事だった。 同年6月6日、乃木坂46の15スシングル、裸足でサマーで、初めてシングル表題曲のセンターを務めることが発表された。同年7月4日、放送開始のテレビドラマ、少女の見る夢では、初の主演を務めた。同年10月8日には、ガール・セワード2016オータム、ウィンターで、自身が監修した、アン・クルージュの衣装を披露。 同年12月23日、ソロ写真集、塩祭の発売を記念し、インスタグラム、ツイッターを開設。2017年1月23日には、755を開設した。同年1月25日には、初のソロ写真集、塩祭が、現冬社から発売され、週間推定売上58,215部を記録。 同年2月6日付のオリコン週間ランキングのブック総合部門、写真集部門で1位となり、乃木坂46のメンバーとしての史上最高週間売り上げを記録し、女性ソロ写真集としても歴代2位の記録となった。発行部数は当初7万部を予定していたが、10万部を突破した。同年6月7日発売のモンドグロッソのアルバム、何度でも、 新しく生まれるの収録曲、惑星タントラではボーカルを担当。2018年8月8日発売の、乃木坂46の2ファーストシングル、自己中で行こう。で、15スシングル以来6作ぶりに、乃木坂46のシングル表題曲の単独センターを務めた。同年10月5日公開の映画、あの頃、君を追いかけたでヒロイン役を務める。同作は、 台湾歴代興行収入1位の映画の日本リメイク版であることから、同年8月15日には、台湾プロ野球、ラマゴモンキーズ対、統一ライオンズ戦で自身初の始球式を行った。同年12月9日放送のドキュメンタリー番組、情熱大陸に乃木坂46メンバーで、初出演。同月、写真集、インの累計発行部数が20万部を突破した。 2019年1月24日、放送開始のテレビドラマ、ザンビで主演を務める。同年3月4日には、第5回カバーがある大賞のエンタメ部門において2年、連続受賞し、総合順位も3位となった。同年5月29日発売の、乃木坂46の2サードシングル、シングアウトで2ファーストシングル以来2作ぶり4度目となる、シングル表題曲のセンターを務めた。 2021年2月4日に、ウェイブアカウントフェスティバルインジャパン2020が行われ、話題タレント賞を受賞し、美白の個人アカウントを開設することを発表した。同年8月10日、個人インスタグラムを開設。画像が投稿される前に、フォロワーが30万人を超えた。愛称は、アシュ、アシュリン、アス、アスカ、アスカさん。本人は、名字で呼ばれることが苦手で、 仕事の現場では、アスカちゃんと下の名前で呼ばれることを望んでいる。日本人とミャンマー人のハーフであり、母の祖国であるミャンマーにも行ったことがある。八頭身で、縦18センチ、頭回り50センチの小顔の持ち主であり、アイドル界最小クラスと言われている。日本で一番ブログのタイトルが長いアイドルを自称し、乃木坂46公式ブログのタイトルを220文字の 文字数制限限界まで長くしている。好きな食べ物はパフェ、イチゴ、卵かけご飯、ヨーグルト、おかゆ、コーヒー。好きなラーメンは味噌ラーメン。好きな映画はアヒルとカモのコインロッカー。好きなゲームはマリオカート。アニメラブライブのキャラクターの中ではニシキやまびめが好き。好きなブランドは動画コムデギャルソン。好きな色は モノトーン、ピンク、おやつはゆで卵。特技は、ドナルド・ダックのモノマネ、前編、コラージュ画像を作ること。保有資格は、5位、読解力検定3級。泳げない金づち。趣味は読書、ドラム。読書については、哲学、心理学に興味がある。読書が好きになったきっかけは、 小学校高校学年の頃に休み実間に一人で図書室に通う習慣がついたからである。2016年のインタビューの際におすすめの本を3冊選んだが、1冊目は一番好きな作家、ぬくい特労の微笑む人、2015年の別のインタビューでも、ぬくいの崩れる結婚にまつわる八つの風景、乱反射をおすすめの本に挙げている。2冊目は、毎情。 大太郎の世界は密室でできている。三冊目はファンに教えてもらった作家伊坂幸太郎のアヒルとカモの恋ロッカー。また砂の女を初めて読んで安倍工房が一番好きなぬくいと一瞬で並んだと語っている。小説はファンタジーやコメディよりミステリーやサスペンスを好み最後の解説と自身の解釈を比較して読む。本を選ぶにあたって 基本的には人に勧められたものは読むようにしていて、自分で選ぶ場合は本屋で、裏表紙のあらすじ、帯に書いてある文章、最初と最後のページを読んで決めている。ドラムについては、ライブで演奏することもあり、ギターにも興味がある。乃木坂46結成時の最年少メンバー、乃木段のドラム、メガネ、選抜、乃木坂読書選抜。 2016年から2017年の一時期は次世代エースと称されることもあった。乃木坂46のメンバーを尊敬しており、橋本七美の考え方や冷静な判断力、白石舞のストイックで明るく綺麗なところを尊敬している。乃木坂46では斉藤明日香、斉藤千春、農場七海の3名でチーム N を結成しており、斉藤千春は、 斉藤飛鳥をクールだが心優しいと評価している。中本姫香とは、乃木坂46のセブンスシングル、バレッタで共に、選抜入りした時から話をする機会が増えて、仲良くなり、格差社会について、よく議論した。斉藤飛鳥、星野美波のペアはファンから、アシュミナと呼ばれている。乃木坂って、どこないで、ダンスの上手い、ダンスなな副人に選ばれており、 樋口かなによると、斉藤飛鳥が振り付けを間違えているところを見たことがないとのこと。また、和田真也によれば、斉藤飛鳥のダンスは冷静かつ癖がなく、模範的であるとのこと。乃木坂46で好きな振り付けは、命は美しい。好きなミュージックビデオは、世界で一番孤独なラバー、シャキーズム、水玉模様。 乃木坂46坂道 AKB アイズ4648乃木坂46モンドグロッソありがとうございます。